デニーズ・ルイスはイギリスの陸上競技選手、7種競技を専門とする選手で2000年シドニーオリンピックの金メダリストである。ルイスは子供の頃合唱団に入りバレエとタップダンスを習っていた。そして陸上のクラブに入部、いくつかの種目に挑戦し、彼女は7種競技を行っていくこととした。1989年に彼女は 最初の競技会に出場。5277ポイントという平凡な記録に終わっているが将来性を感じさせるものであった。彼女は1994年のコモンウェルスゲームズに出場。この大会で金メダルを獲得したことにより天気が訪れる。翌年の世界選手権では6299ポイントで7位という結果に終わったものの、 翌年の1996年、アトランタオリンピックでは、見事銅メダルを獲得する。なお、彼女はこの大会で総幅飛びにも出場しているが、予選落ちしている。1997年の世界選手権では、ドイツのザビーネ・ブラウンが、最初の種目からリードを奪い優勝。ルイスは6654ポイントを上げ、ブラウンに次いで銀メダルを獲得した。さらに、 翌年のヨーロッパ選手権では、ポーランドのウルスラウロダルチクラを抑え、ついに優勝を果たす。1999年世界選手権では、ルイスの前に、フランスのユニス・バルベルが立ちはだかる。ルイスは1ポイント差を追う形で初日を終えたものの、2日目はバルベルがさらにその差を拡大し、ルイスは2位に終わる。2000年シドニーオリンピックでは、初日を終えた段階で、 トップのベラルーシのナタリア・サザノビッチに51ポイント差を追う形で3位で折り返す。そして6種目のやり投げでルイスはトップに躍り出る。最終種目の800メートルはゴールした瞬間、誰が勝ったかわからなかったが、場内のコールはルイスの金メダルを告げる。オリンピックで金メダルを獲得したの後のルイスは2001年の世界選手権は怪我のため欠場。 2002年のヨーロッパ選手権は出産のため欠場している。そして2003年彼女は競技に復帰する。しかし、すでにルイスの時代ではなく新たなスターであるスウェーデンのカロリナ・クリフトの時代となっていた。2003年の世界選手権でもクリフトが金メダル。ルイスは5位に終わっている。ルイスは2004年アテネオリンピックへの出場したが、怪我に苦しみ、 走り幅跳び種目の後出場を辞退した。しかしチームメイトのケリー・サザートンがメダルを獲得。イギリス勢の3大会連続のメダルとなった。ありがとうございます。